はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、200万以下で買える輸入車中古車、こちらメルセデス・ベンツの S クラス W221 の S クラスのロング、こちらを紹介します。はい、じゃあお願いします。はい、こちらですね、2011年モデルのメルセデス・ベンツ S クラス S550 ブルーエフィシェンシーのロングで、正規輸入車、右ハンドルで、車両本体価格198万円、すごい魅力的な価格が付けられた車両になります。はい、はい、でこちらのベンツ、九州熊本のインポートカーグローバルさんで販売される車両なんですが、実はですね、今取材してるんですけど、この日、今日下取りで入庫したばかりの車両になります。でずっとですね、こちらのお店の管理ユーザーさんが乗ってたんですが、まあ、今回乗り換えっていうことでお店が引き取って、で今さっきお店に来たばっかりで、まあたまたまそれ見てた筆者が、あ、これ綺麗だな、安かったらちょっと取材したいなと思いまして、これいくらぐらいですかって言ったら、まあ200万198かなっていうふうにお話しされてたんで、あ、じゃあちょっとぜひ取材させてくださいと、で撮影することにしました。はい、はい、でこの車両ですね、まあ、今前オーナーさんのご自宅から引き上げてきたばっかりで、まあ、まだ名義変更はもちろん車両のチェックで掃除すら終わってないんですが、パーッと車全体を見渡しても目立つ傷、汚れ、そういったものは皆無です。で2011年モデルっていうことで、もう10年前の車両になるんですが、まあ当然こういったあの S クラス、しかもロングなんかをお乗りになった方ですんで、ガレージ保管、屋根下保管で大して距離も乗ってなかったっていうことで、すごい綺麗な状態保ってます。でまだ洗車とかしてないんでピカピカっていう感じじゃないんですが、洗車して磨けばもう本当に新車同様に綺麗になると思います。でボディ外装に関してはもう言うことないですね、この車両、すごく綺麗な状態です。はい、はい、でホイール純正の18インチ純正ホイールですね。でホイールこちらですね、リムの端とかにほんのちょっとガリ傷とかはあるし、まあ、今あのブレーキダストでちょっと黒く汚れたりはするんですが、全般的には綺麗な部類で、特に気になるような劣化はないです。はい、はい、でタイヤ純正サイズの 255-45R18、まあ、これ4本とも同サイズなんですが、このピレリ P0 ロッソーのタイヤなんですが、結構新しいです。であんまり使用感ありません。で製造年月日を見てみると、どこだこれは、はい、あった、19年の33周、まあまだ2年前のタイヤですから、でそんなに走ってないっていうことで、タイヤも全然まだまだ使えますね。はい、はい、でこちらリアのタイヤホイール、
リアはですね、やっぱりフロントほどはブレーキダストの汚れはないですね。で、ガリ傷とかも基本ないです。で、タイヤはやっぱり同じピレリの P0 で、製造年数も一緒で、全然まだまだ使えますね。はい、はい、で、こちらの車両ロングなんで全長5230mm、標準ボディが5100mm なんで、標準ボディに比べて13センチ全長が長いんですが、パッと見はそんなに長いっていう感じはしないです。で、全幅 1870mm と全高 1485mm は標準ボディと同じで、まあ、全長ホイールベースがちょっとの、伸びてる分だけ最小回転半径は標準ボディよりは少し大きめになってて、最小回転半径 6.0m、 まあそれでもそんなに取り回しに困るほどじゃないですね。はい、はい、で、こちらエンジンはですね、4.7 リッター V8 のツインターボになります。で、こちら車種名 S550 で、普通に考えたら 5.5 リッターのイメージなんですが、こちら W221、 この年式からエンジンが V8 のツインターボになってます。で、マイナーチェンジ前は 5.5 リッターの V8 の自然吸気だったんですが、この年式からこちらの下吸気付きユニットに変わってます。はい、はい、で、この 4.7 リッターの V8 ツインターボユニットなんですが、スペック的には435馬力の 71.4kg、 最高出力はともかく最大トルクの 71.4kg ってのはすごいです。で、マイナーチェンジ前の 5.5 リッター NA 時代は387馬力の 54kg だったんで、で、思いっきりパワーアップしてます。で、これだけパワーアップしても実は燃費とかは上がってます。で、カタログスペック、カタログ燃費でリッター 9.3kg で、マイチェン前が 7.5kg だったんで、パワーアップしながらもすごく効率が上がって燃費も良くなってます。で、当然5リッター以下ですんで、税金区分も良くなってます。で、これはポイント高いですね。はい、はい、それではですね、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。お願いします。はい、元気よく回りますね。はい、はい、じゃあちょっとエンジンかけて排気音を聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあですね、まあそうですね、軽く吹かして、はい、ありがとうございます。まあ静かですね、意外に。やっぱりこの辺プレミアムセダンです。はい、はい、じゃあちょっとインテリア内装を見てみます。はい、こちらですね、正規輸入車右ハンドル仕様です。で、今日オーナーさんから引き上げてきたばっかりっていうことで、まあ荷物は大概下ろしてあるんですが、なんか灰皿が、カップホルダーと灰皿がまだ残ってますね。で、内装フルオリジナルで、まあ綺麗です。10年前の車両なんですが、あんまり乗ってなかったっていうことで、すごい綺麗な状態保ってますね。で、まあつい最近まで普通に乗ってたっていうことで、まだきちんと掃除してないんで、まあ埃とかちょっとした、汚れはあるんですが、清掃してきれいにすればピカピカになると思います。はい、はい、こちらシートです。シート純正のレザーシート、まあ使用感はあるんですけど、きれいな状態ですね。
はい、で通常ですねこのチャンネルで内装を取るときには日陰に入れたりするんですけど、今日ちょっとですねピーカンものすごい天気良くてなおかつ時間ないんで、まあ、多少明るいところとか暗いところがあって見えにくいんですが、シートはですね全般的には綺麗です。まあ、つい先日までそのまま普通にオーナーさん使った車両なんで多少汚れはあるんですが、劣化は大したことないですね。で10年前の車両に車両にしては綺麗な方だと思います。はい、はい、こちらセカンドシート、セカンドシートの状態いいですね。はい、でこのセカンドシートなんですがやっぱりめちゃめちゃ広いです。で今ですねドライバーズシートを筆者のドライビングポジションに合わせてるんですが、それでもこれだけ足元に余裕あります。でこちらですね助手席の後ろの方は助手席をかなり前に出していることもあってもうめちゃめちゃ広いです。でこれロングの場合標準ボディよりも13センチ車上、全長長いんですが、その13センチはほとんどホイールベース、ほとんどというか基本ホイールベース、まあ、そんだけキャビンが広いっていうことですね。でちょっと座ってみます。はい、で今ですねセカンドシートを運転席の後ろに座ってるんですが、ドライバーズシートを標準体型の筆者が普通にドライビングポジション合わせてこれだけ足元に余裕あります。でさらにですねこちらナビゲーションシート助手席の方をいっぱいに前に出してるんですが、もうそうするとですね足元の余裕すごいです。でこういうの見るとやっぱ後ろに人を乗せる車なんだなと、そんな感じですね。はい、はい、でこちらですねセカンドシートも当然のようにパワーシートフルで調整できます。なんで、リガーシートに乗ってても長時間ドライブ全然快適というよりも、これ多分後ろに乗ってる方が気分いいですね。はい、はい、でエアコンとかも当然のようにセカンドシートで好きに変更可能で、ここからですねエアコンの風出るんですけどすごい出ますね、快適です。はい、はい、内装インテリアインパネ、まあ綺麗ですね。使用感あります。まだ掃除もしてない車両なんで多少汚れてるところはあるんですが、基本的には劣化っていう意味だとあまり劣化はないです。まあ普通に使った車両なんで使用感はあるんですが、10年前の車両としては綺麗な方だと思います。はい、はい、今運転席に座ってるんですが、まあこのドライバーシートから見える風景221もう10年前の車両なんですが全然古さ感じません。でこの車両綺麗ですね。このウッドのコンビステアリングとかも状態いいですし、まあ目に入る範囲で目立つ傷汚れ劣化はないですね。まあ気になるのがこの後付けのカップホルダーに灰皿が突っ込んであることぐらいですかね。でただですね喫煙車両ではあったみたいなんですが、タバコの匂いとかは全然しないです。で少なくとも筆者は気にならないです。はい、はい、じゃあちょっとエンジンかけてみます。エンジンプッシュスタートですね。はい、あっさりかかりますし静か、調子は良さそうですね。で全く気になるところはありません。はい、でこちらの車両走行距離 35,258 キロ、10年前の車両で 32,000 キロ、まあ年間 3,200 キロ、 3,300 キロぐらい全然走ってないですね。これローマイル、この走行距離の少なさもセールスポイントですね。はい、はい、こちらですねトランスミッションは 7AT7G トロニック、まあこの動画では何度も出てますが、こちらのセレクターレバーで切り替えを行います。で指で簡単に切り替えできるこのレバー慣れると非常に便利です。でこの 7G トロニックなんですが、この電子制御式の 7AT、 こ
こちらですね、こちらのボタンで、標準エコモード、スポーツ、マニュアルモードの切り替えが可能です。で、ここを押すとですね、はい、こちらのですね、メタパネル内の表示、まあ、今エコモードになってるんですが、こちらがスポーツ、S がスポーツ。で、この M、マニュアルモードにすると、ステアリングに設置されてるこちらパドル、右がシフトアップ、左がシフトダウンで、マニュアルモードで操作可能で、エンジンがめちゃめちゃ力あるんで、これスポーツモードとかマニュアルモードにするとかなり速く走れます。はいはい。で、こちらですね、足回りも切り替え可能、こちらのボタンですね、こちらのボタンを押すと、今ですね、このエアマチックがスポーツになりました。で、このスポーツにして、さっきのセブン G トロニックをやっぱスポーツとかにすると、まあこの大柄の外観に似合わず、すごくスポーティーに走れます。で、まあこのコンフォートにすれば、しっとりとした乗り味になります。はいはい。で、こちらですね、純正のナビゲーションがついてるんですが、このナビの上のひさし、これがかなり深くて、ここに光が入って見えにくいっていうことがないです。で、なおかつですね、ここのボタン、これをですね、操作することによってナビの向きも変えられます。で、この辺ですね、さすがにベンツの最上級車っていう感じですね。はいはい。じゃあトランク見てみます。こちらトランクはですね、パワーリフトゲート、電動です。で、こちらのトランクルーム広いですね。で、ただですね、まあごく最近までオーナーさん、前オーナーさんが足に使ったっていうことで、結構ホコリとかゴミはあるんですが、別にこれは普通に掃除機かけるだけで綺麗になると思います。で、これですね、セダンなんですが、トランク開閉は電動、勝手に閉まります。はい。はい、こちら2011年モデルのメルセデス・ベンツ S クラス S550 エフィシェンシーロング、車両本体価格198万円。これはですね、すごいいいです。新車時代1500万円以上、1600万円近くした S550 ロングのブルーエフィシェンシーが約7分の1から8分の1の198万円で、10年落ちですけど、走行距離が少なくて車両の状態は上の部類で、それで198万円、まあ、最近の軽自動車、ちょっと高めの軽自動車よりも安いぐらいの金額で、このメルセデスの最上級クラスのセダン買えるわけですから。で、これはですね、やっぱお買い得感高いですね。はい。で、こちら W221、 個人的にすごいこのスタイルが好きで、で、このロング、全長5230ミリあるんですが、全然長く感じません。で、全幅1870ミリでそんなに幅広くないですし、全高1485ミリ、最小回転半径6メーター、結構小回り効きます。で、中めちゃめちゃ広いですし、この後期モデル 4.7 リッターの V8 になってからの、まあ、このツインターボ、めちゃめちゃ力あって速いです。で、これだけですね、快適で速い車が198万円で買えるわけですんで、で、まあ、今回このグローバルさんでは E クラスのステーションワゴンも同じ値段で出してるんですが、
まあ、新車時の値段考えるとこの S クラスのお得感半端ないですね。まあ、そのお得感もあってこのチャンネルしょっちゅうこの221の S クラス出してるんですが、これ今まで撮影してきた中でもうトップクラスにいいです。でやっぱこの V8 ツインターボ魅力ですね。はい。